なんか成人式の話、最近あったんで、ちょっと今、自分のスマホ見てるんですけど、南砺市は延期だったよね。3月14、ホワイトデーの日ですね。ホワイトデーの日に延期だそうですね。他は、基本的には、開催予定っていうふうになってるそうです。富山市の方は、中央小学校区、山室中部地区の方は中止。他は、なんか、開催するそうです。はい。高岡市の方は、中止または延期を検討中だそうです。検討中。高岡市ですね。はい。で、魚津市は、開催予定と。ですね。氷見市は開催予定なんですけど、健康チェックシートを提出するそうですね。はい。で、あと、滑川市と黒部市は、開催予定ですね。砺波市は健康チェックシートを提出、するということで開催予定です。はい。小矢部市もそうですね。健康チェックシートを提出で、開催予定。で、南砺市は延期ですね。で、射水市、船橋村、上市町、立山町に関しては、開催予定。健康チェックシートもないということですね。で、入善町の方は健康チェックシートの提出ありで、開催予定。で、朝日町は、開催予定ということです。なので、基本的には、その開催予定だそうです。やるってことです。で、南砺市と、あと、富山市の一部地域ですね。今言いましたけど、中央小学校区と山室中部の地区に関しては中止となっているということです。はい。なので、基本的には、開催予定ということです。